こりゃでかい洞窟だ。先日まで侵攻してきた闇の軍勢はここを通ってきていたのでしょう。つまりこの洞窟を抜けた先は禁断の地ベルゼリア。はい、闇の軍勢の本拠地です。そして闇の王子ボーゼルのいる場所。闇の王子ボーゼルか。ラングリッサーの封印が解かれたことでボーゼルもまた復活したのでしょう。闇の軍勢を統率できるのはボーゼルだけですから。このラングリッサーでもう一度封印を施さなければこの戦いは終わらないということか。そうです、そのための秘剣ラングリッサーです。分かった、ラングリッサーを持つ者としての責任。気負いすぎるなよレディ、必要ならいつでもお前の剣として私を使え。ラズ、ああその時は頼む。王子、洞窟内に魔物がいるようです。黙って通れるほど甘くはないか。ソイン、気を抜くなよ。魔物を蹴散らし洞窟を進むぞ。注意して進みます。かの者に風のごとき軽さを。我が命に従いその姿を現せ。行くぞ。皆さん、魔物の縄張りに入ってしまったか。仕方ありません、迎撃しましょう。
ティ、お前なぜここに。知れたこと、ラース兄様を助けるために決まっているでしょ。私も英国軍人の家に生まれたもの。戦う、その君は。あなたがレディ様ですね。ご挨拶が遅くなりました。ダンスの妹ベティと申します。私もバルディア・ダルシス連合軍の末席に加えていただけませんでしょうか。おい、何を勝手に。ダンス兄様は黙っていてください。私はレディ様にお願いしているのです。いいのか、ランス。お前に任せる、レディ。確かに足手まといにはならない程度の実力はあるからな。わかった、ベティ殿。ならば歓迎しましょう。私たちと共に戦ってほしい。私のことはどうぞベティとお呼びください。それではよろしくお願いいたしますわ。他の者の続きとなれ。レディ様、
降りかかる火の粉は払わねばならない。
魔物の剣となれ。他の者たちを癒したまえ。来るようです。道を開けなさい。そこで座り着なさい。はーい。闇を照らす聖なる力よ。みんな、ついてきているか？はい、王子。全員無事です。一般兵の負傷者も少数だ。これなら、戦いに影響はないだろう。余計なおまけはついてきてしまったかな。あら、それは誰のことでしょう？とにかく、無事に洞窟を抜けることができたようだな。まったく、洞窟ってのは神経臭くて仕方ありませんや。できることなら、もう通りたくないですね。
おお、この先のベルゼリアでの戦いで勝ったら、また通ることになると思うが。それでは君は、彼の地に永住でもするのかな？冗談じゃねえ。闇の大陸なんかに住めるか！ホーキング、それくらいにしてやれ。了解しました、王子。さあ、この先が出口だ。洞窟を出たら、何が待っているかわからん。気を抜くなよ。私が奮起すれば。父、見守っていてください。足でまといになるわけにはいかんからな。この力で民のため、平和のために戦います。